熊川塾は、福井県三方上中郡若狭町にある若狭と京都を結ぶ旧鯖街道の宿場。若狭町熊川塾伝統的建造物群保存地区の名称で、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。また、2015年4月24日、海ととをつなぐ若狭の往来分解産群、五色国若狭と、 鯖街道マイナスの構成文化財として日本遺産に認定される。前川と鯖街道急トンやクラミや室町時代に沼田氏が山城を築いた地にあり、天正17年に小浜城主、浅野中政が大見と若さを結ぶ鯖街道の宿場町として整備した。熊川塾は大見との国境近く、小浜と今津のほぼ中間点に位置し、江戸時代を通して、 鯖街道随一の宿場町として繁栄した。近代以降は鉄道の開通やモータリゼーションの影響で旧街道は衰退し、近年の個数はピークである江戸時代中期の約半分になった。そのためあたり地域は再開発されることなく古い街並みが残り、1996年に重要伝統的建造物群保存地区として選定された。地区内には河原吹き、 新壁作り、または塗り米め作りの伝統的建築物が多数残る。また、旧街道に沿って前川という水量豊かな水路が流れ、石橋や川戸という水利施設などの工作物とともに歴史的景観を残している。古建築を活用した資料館、食事所、喫茶店、雑貨店、また道の駅若狭熊川塾が開設され、 さらに1998年に80年間、途絶えていた祭り、鉄線踊りが復活するなど、観光地として発展を始めている。熊川塾付近の空中写真。画像中央付近が熊川塾。1975年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。出展。 ありがとうございます。